セルギウス四世は、ローマ教皇。ローマにて生まれたとされる。名は、ピエトロ・マルティーノ・ボッカペコラ。少年は未生。教皇就任に際しては、セルギウス四世を冠した。セルギウス四世をして、就任時に実名と異なる名を用いた、最初の教皇とすることがある。ただし、 ヨハネス2世いなしアガペトゥス1世がこの伝統の最初である可能性もある。ピエトロ・ボカペコラはローマ在住の靴職人の子として生まれる。貧しい家に生まれたにもかかわらず、ピエトロは教会組織の中で才能を発揮し、迅速に地位を昇格していった。1004年にアルバーの司教となる。教皇ヨハネス18世の大位を受けて、 新教皇に選出され、セルギウス4世を名乗った。セルギウス4世の権力は、当時ローマを支配していたクレッシェンティウス3世によって、しばしば薄らいだものにされた。幾人かの歴史家は、セルギウス4世は、本質的にクレッシェンティウス3世の区別だったとしている。しかし別の歴史家は反対の意見を示してもいる。というのも、セルギウス世が、 ローマの反クレッシェンティウス派閥から政治的な講演を受けていた証拠があるからだという。セルギウス4世が発布したとされる公文書類には、ローマ氏を飢餓から救う措置についてや、司教の監督から一部の修道院を控除することなどが含まれる。そして、ファーティマ朝カリフのハーキムによって1009年に、 聖墳墓教会が破壊された聖地をイスラム教徒の手から奪還することを宣伝した教皇直書も発布している。この教皇直書はエルサレム遠征を正当化するための手助けとしておそらく第一次十字軍の頃に創作されたものだと一部の歴史からから指摘されている。ただし最近の研究ではこの教皇直書を神聖であるとする強い意見もある。 セルギウス4世は1012年5月12日に死去した。ベネディクトゥス8世がその後継となる。セルギウスの死については殺害されたのではないかという疑いが持たれている。というのも、セルギウスのパトロンであった、クレッシェンティウス3世が死して1週間経たないうちに死んだからである。セルギウス4世はラテラの大聖堂に埋葬される。またしばしば、 ベネディクト会主から成人として崇敬されることもある。ありがとうございます。